の画家主にシエナで活動した。純粋なシエナ派の最後の代表者の一人と考えられている。ドメニコはシエナ近郊のモンタペルティで生まれた。父親のジャコモディパーチェは農民でロレンツォ・ベッカ風味の所有地で働いていた。ロレンツォはトメニコの絵の才能を認め保護者となり名字を使うことを許した。それからドメニコはシエナの死がない画家。 マルチェロのところに預けられ、絵を学んだ。1509年、ベッカ風味は、ローマに旅したが、すぐに、シエナに戻った。ドメニコと、おおよそ同世代の二人のシエナ人画家がローマへの、進出で、ウンブリアが廃イコールフィレンツェ派の古典様式の要素に、染まったのに対して、ベッカ風味はシエナ派の伝統的様式を固くなりに、守り続けた。シエナでの彼の仕事は、 教会のための宗教画やパトロンのための神話を扱った装飾だった。そこには、当時圧倒的だった、フィレンツェ派を真似たマニエリスム画家たちの影響も少しはあったが、それ以上に、中世の風変わりさがあった。ソウマ島のように巨大する、幻影、角の感情的ディテール、霧が立ち込めたようなヒコール線形、ザラザラした質感、そして彼と、 古典的なローマの巨匠たちと決定的に隔てる色の配合などである。ドメニコベッカ風味、スプリウスカッシウスの内首、フレスコ、シエナ絵画館へだけではなく、ベッカ風味はシエナ大聖堂の有名な保育館も手がけた。この仕事には四半世紀を費やした。この保育館には指輪などに使われるコメッソ技法を大掛かりに用い、 黒い輪郭をつけて掘られた白い大理石に、たくさんの色を用いた多様な模様を造眼した、飾り縁がつけられた。そこに描かれた題材は、アハブとエリア、メルキゼデク、アブラハム、モーセといった総和である。バランスが取れ、幾何学的で、自己自身に満ちた、フレンツェ派と比較すると、別化風味のシエナ派の様式は、不合理かつ感情的に、不安定な世界に傾いている。 建物はしばしば横に切断され、遠近感も歪んでいる。舞台は、幻覚材を服用して見た景色のようで、色は、不調和である。例えば、キリスト皇坦では天使たちは建築上の輪を描きながら飛び回り、人物は荒廃した教会からの影から現れる。受胎告知では、聖母は、昼も夕暮れもない世界に住んでいて、散らかった家の中で、聖母と、天使。 ガブリエルだけが輝いている。異色な題材である、キリストの読み下りでは、光線に入る時のキリストの体が、コントラポストに傾いている。S.J. フリードバーグは、ベッカ風味の描く、続々する奇妙な人物たちを、フィレンツェ派のマニエリスム画家、ロッソ・フィオレンティーノの描く、人物たちと比較して、より、光学的で流動的と批評した。どんな場面になるか予想しうる。 宗教的場面でありながら、劇に例えれば、すべての役者は、型破りの衣装を着て、セリフまで忘れたかのようである。中世イタリアでは、シエナ派はライバルである、フィレンツェ派と、芸術的、経済的、政治的に張り合っていた。しかし、15世紀に起こった戦争や自然災害で、中世の奇跡信仰は、ルネサンスの現実にとって変わられた。 そんなシエナ派芸術の最後に、別科風味は一致している。ありがとうございます。